さっ,さっき言ったね「まー、あ、ちゃんさんハートありがとう」そしてどこやトモさんカラオケーありがとう <laughs> はい <laughs> 今日の服はボイン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 ,ボインみさきちゃん誰もありがとういいしおんです NME487.5 イイシオンです <laughs> おはようございます皆さんこんばんは今日はお仕事があったのでトーク工場委員会があったのでラガンなんですよ珍しくラガンなんですどうですか 体調悪いけど期待はありがとうございます。早く治って。<laughs> そう、かりんさんの YouTube の「タイタン」に、ゆいなさんの後で、その、シオンが出たんですよ、今日。今日上がりました。ありがとうございます。ゆうきさん、ハート、ありがとう。あの、これ、セブンの抹茶オレある。 メガネかけて <laughs> あ、そうなんです4月に明日に明日お話し会のよじつけつけが始まるおはようございます <laughs> シローさん、ピーナッツありがとうパクパク辛らっかわいすぎてサートありがとうあのメガネをかけたらねこうなっちゃうよねよくないでよ 言しよくなんでよ。しっ。ごうんまるすぴしだ。つらかわいすぎてさ、ハート100個ありがとう。私目がめちゃくちゃ悪くて、こうなるんです。うみちゃんさん、ハートありがとう。<laughs> <laughs> なんかちゃんとつけないとでも。 めっちゃ何か入るんですよねこれ <laughs> でも家ではいつもこうなってるんですよ <laughs> うみちゃんさんハートありがとうまあでもあでもちゃんとコンタクト透明のやつきやってるからちょっと目がっスおんちゃいっすよ胃がドがめちゃくちゃ強いんで。 レンズコンタクトをつけてるときはあんまりつかないほうがいい <laughs> そうこのメガネは韓国で作ってきました <laughs> そうなんやうちも目悪すぎて席は一番前最前列さきちゃん猫、ね、ありがとうにゃーブルゴに書いてた好きな洋服のブレンドを教えてほしい <laughs> え でも言っていいもんですかそのブランドって <laughs> こんばんは若にゃ新しいメガネ作ってたた件えっそう今日作ってきた若にゃんの作ってメガネめっちゃかわいかった金の感じするなんかピンクのっぽい日本語うまいねありがとうございますかりんちゃんと大胆見たよありがとうございますはいみさきちゃんレインボースターありがとう <laughs> イエーイ視力の教え方えー、そうなんやブランド名とかわからへんけど私がブログに書いたやつのブランドはちょっとあれなんですあのマイケルホースみたいな <laughs> マイケルスみたいな感じの。 <laughs> あのピンクのスニーカーをちょっと買おうかなーって迷ってるって感じあコロちゃんそのレインボースト3010個か <laughs> 30個ありがとうございますほいほいほいキラキラー <laughs> そうなんですねえそうなんやでも今はプレゼントできないんじゃないですかねそうなんですあれです <laughs> 元気くんさレインボースターありがとうみさきちゃんハートありがとうでそのスニーカーえまたあったっけまた何かあったっけ全然こ違いましたごめんなさいそうなんです絶対可愛かったほんまに可愛かったなんかちょっとだけなんか安いって思ってえめっちゃ安いやんと思って 買おうかなって迷ったけどまあなんかどうしようなんかまあやめとこうってなって <laughs> やっぱり可愛いと思ってもその高いやつ高いのは高いからスニーカーがほんまになんか五5 0 0 0円ぐらいだったら買えるんじゃないですかスニーカーは2003万円ぐらい買いしないよねそうなんですうん。 ちょっと高いなと思ってでもデザインは可愛いなと思うからどうしようってなって一回迷った <laughs> そう普通に安い可愛いスニーカーもめちゃくちゃあるので別にこのお金でスニーカーを5個ぐらい買えるのにこのお金でスニーカー1個でいいのって <laughs> あそうなんや でも黒いから見えないんでしょ <laughs> みさきちゃん、ハートありがとうでそう、春っぽいなコーディはあのインスタを見たら見たんですけどあのマジェス・サンネみたいな感じでその春っぽいなコーディあの鈴木愛理さんがその、コレクションを出し,してあの、めちゃくちゃ可愛かったんです。あの、私 そういういランドジールみたいなブランドのなんかシーズンのコーディネートみたいなやつが出たら絶対見るんですよかわいすぎてモデルさんがかわいいって感じで服もかわいいしその私ファッションセンスあんまりないのでそれを見ながらなんか勉強してますでちょっと丸ごと買おうかなと思ってるんですけどまだ春着てないので。 春がまだ来てないので今はいいんかって思ってそうそんな高いっていうかまあそんなめっちゃ高いっていうわけではないんですけどやっぱりこのお金やったら他のやつ5個ぐらい買えるってなってるって感じ <laughs> コロちゃんハートありがとうかわいいありがとうございますジルはワンピースかわいいけど 自分には似合わないそうそう私も可愛いけど私にも似合わない服いっぱいだと思ってシオン結構ちょっと健康な形してるんですよ <laughs> あのなで方じゃなくてめっちゃ健康な幅広い方でそういうスリーブノースリーブとか着たことがなくてでも挑戦してみたいなと思ってる「コロちゃんハート100個ありがとう」えこれって ショールームちょっと中止しなきゃあかんくてどうしたらいいのあ上をちょっとやったらいいんか行走逆三角形なんです私ちょっと肩幅が広くてはいすいませんすいませんはははははいすいません <laughs> 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 ちょっと 止まっちゃいました。あ、まー、あ、ちゃんさん、くまありがとう。くま。ちょっと。配達。<laughs> あの <laughs>。あの。郵便局さんが今日来る予定だったので <laughs>。そうなんです。 郵便局さんが来る予定で、<laughs> あ、ウーバーじゃなくて郵便局さんです。<laughs> あの注文したあの物件物件というかあのはい <laughs> マナナさん連モスてありがとうでもあんまり良くないんですよあんまり良くないなって。 三角形のシオンの肩にぶつかってみたい。うっしゃ。YouTube 小じりんと並んで見た続きはまた後で見るね。ありがとうございます。結構三十分ぐらい長いので、ぜひぜひあの時間あるときに見てください。<laughs> はい。でもみゆさんは。 肩は広い方なんやけどなんかその腕がめっちゃ細くてそんな見えないんですすみのさん渡さないって人が来ました <laughs> 私もごついからうーん全然そうそうじゃないよ女の子はみんなキャシャなんよこんばんはドーナツだ今日トーク委員会見てくださったんですか ど,どうでしたかちょっと聞きたいわ腕めっちゃ細いんそんなことないんですしおんこんばんはゆうちゃんだるまとハートありがとう今日はあれですよね行ってきたよありがとうございます ドーナツキャラどうしますかええ若ぷんさんがアドバイスしてくれたやんか <laughs> あんまよくないって <laughs> でもなんかでもしょうがないなあのどあまりにもドーナツ言い,いすぎてみんなドーナツつけてってくれて <laughs> ピルトはよどぎしに「レインボーストありがとうございます」おいニンネイムちょ <laughs> ドーナツの国のツの国さんうんそう私お姫様なんで今日ツインテールの日ですよねはい私高めのツインテールが好きなんですこっちの方が好きツインテール 神サラ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 ポニテールあー最強ツインテールです皆さんでもかりんさんはみんなのことを思っててメンバーみんな一人一人のなんか思ってくださってるからすごい私もかりんさんの味方になって。 支えててあげたいななと思ってなんか自分はめちゃくちゃ後輩でなんか力になれるかはわからないんですけど気持ちだけはめっちゃあるので <laughs> 15分経ちました12日連続配信中イエーイドーナツ好きなファンは知ってるから <laughs> ドーナツマークはつけていただきますみんななんかドーナツつけてくれて嬉しいスクショタイム チンテールじゃないシングルテール。悪い前列がうどん国お姫様。どうしどういうことですか。ごんいつかのご公園行くね。ありがとうございます。すごい力になります。もう12日もう2週間ですよ。はいスクショタイム。 毎回ゼロつくの日ドーナツの日にしようあ、いいねその日に何したらいいの <laughs> つらっかわいすぎてさ猫、ね、ありがとうにゃんかわいいー16チャでいきますねほんまですか <laughs> ほんまなんかなチンテールの最高だ ああそうやみんアラームまた来ます明日明日明日はお話会の幼児審査があります審査じゃない <laughs> 幼児受付があります是非是非皆さん忘れずにチェックしてください明日の12時から2月4日の12時までなのでうん 熱いい心の子応援したくなるありがとうございますビーツの初日当たるようにおまじないあなたのがビーツをしあなたは今日でビーツをしあなたは今日でしよみんをしほらしよみんおまじないでした秋元康さんレインボスターありがとうございます どこもよお話が要望するね当たりますようにありがとうございますさっき小尻の YouTube 見たいがありがとうございます感動感謝感謝でも安心してドーナツはいくつ食べてもゼロカロリーないよ <laughs> 審査されかったと思った <laughs> みんな審査されるで当たるか当たらないか審査されるので <laughs> シオミンのあとになんていうまあドーナツでいいんちゃう <laughs> チーム b o 師だ好きなんよ私も好きユキリンさんのとマユユさんのあれが好きなんです b o 師のでもラブタンさんもワッショイ B にラブタンさん入ってるからラブタンさん大好きだからあの歌も好き 愛嬌最強愛嬌最強最 <laughs> 強 TikTok の「韓国で話しかけるシリーズ好きよ」なんかなんとなく思いつかんだんですよこれやったら面白いかなって韓国でいきなりしゃべってみたって作ってみたら急になんか再生数がめちゃめちゃ伸びててめっちゃびっくりしたんです私。 びっくりした <laughs> でもなんかこういう企画を毎日した方がいいなってマネージャーさんも言ってくれたし韓国語は支援しかできないしなんかファンの方ももっと長い方で見たいって言ってくれてじゃあちょっと毎日ではないけどちょっとを載せてみようかなって思ってちょっと作ってみたいんですこれから。よろしくお願いします。 いきなり韓国語シリーズ <laughs> ミスドで何のドーナツが好き最近はオールドファッションのハニーが好きです定期的にあげたい天使の尻尾のしおみみたいなほんまですか天使の尻尾シオンさそんな服似合うと思いますか天使の尻尾みたいな服今日はちょっと早めに終わらせるかなと思うんです あの毎日やってるので今日もちょっとだけ <laughs> ちょっと20分ぐらいしようかなって明日もするからやっぱりお話し会のこの楽しみもあるので皆さんとお話し会も楽しみにしながらショールームを短めでしようって。<laughs> クリススピーとミスドのどっちが好きですかどっちも好きなんです私。 でも日によって違いますね今日はクリスピー食べたいとか今日はミスド食べたいとかしおみ韓国に行ったセベトンももらったんもらってないあの韓国行った時はもらったんですけどなんかもう私も大人なのでもらえないんです賃貸ルの方はずるいわなんでラーメンによ 라면 맛있겠다. 먹어요. 맛있으면 먹는 거지 뭐. 살쪄도 돼요. 뭘뭘살빼 먹고 싶은 거 먹고 행복해집시다. 오하나시카이데 음. 얇으르って言ってる方多いんですけど, 오하나시카이데 얇으르って言ってる方多いんですけど, 전전 저도 뭔가みんなが太っても大好きだし 太ってる姿も健康に見える あの可いいから全然無理しなくていいんですよ食べたいもん食べて美味しそうに食べてる姿が大好きなので私はケ <laughs> ンちゃんさえちょうと手さえちょうと手よさるベアでの言うがもみか <laughs> みんなちょっと言わせてください痩せ,痩せなきゃいけない理由があるんですか皆さん 私は職業がアイドルなのでやっぱり痩せなきゃいけないことあると思うんですけどアイドルってこんな仕事じゃないですかももっともっとと仕事的に痩せなきゃいけないとかカメラに映るとかうり的に痩せなきゃ可愛くなれないっていうのもあるのでちょっと痩せるのも仕事としてやってるんですけどもなんか。 皆さんが同じ会のために痩せるわとか言ってくれるけど私はね全然なんか太ってもその姿が大好きなんです。ふ <laughs> っ。よちゃどりしろへ。クロックン。ウェーヨーザー들한테人気が있어야하죠 소중한 한 사람한테만 사랑받으면 되는 거 아닌가요? 굳이 이 세상의 모든 여자한테 인기가 있어야 할 필요가 있을까요? <laughs> 살쪄도 좋아해요. 살쪄도 좋아할 거예요. So, みんなの味方なんです私なんかみんな막 붓더라도 その붓터 거를好きな人もいるし やっぱりもう見,かなんか見た目も大事だと思うけど見た目がどんだけかっこよくて可愛くてもやっぱり性格とか合わなかったらそれでおしまいなので皆さん見た目も大事やけど内面を磨いていきましょう磨いて。内面が大事なんですよこの世の中。 そ嘘中がんさらみなじゃんな。<laughs> そうなんです <laughs> 内面が大事なんですよねこの後そうこの後 MV の <laughs> ティーザーが公開されるのでこの前その前まで終了したいと思うんですよ すごく響いた内面からだねそうなんですよね内面が可愛い人は見た目も可愛くなるんですよそういうあるじゃないですか恋をしたら女の子可愛くなるっていうことあるけどそれは内面がドキドキしてて可愛くなるからこそ見た目も可愛くなるのかなって思うそう私は本当に 昔から言ってるんですけどなんかどんだけかっこよくて可愛くても内面がすごいなんか良くない人だったら嫌いになるっていうか嫌いなんです内面が良くない人は嫌いなんでひ引いちゃうんですよジシュマイティムさんピノってありがとうございますパクパクパク ツインテールの日ですよ。うん、知ってるよ。今日ツイッターにハーフツイン載せました。二十二時から、そう、失礼します。二十二時からです。今何時ですか。もう二十二時なんや。こじりんチャンネル見て、塩味予想めっちゃ伝わりました。ありがとうございます。こうして。ユーチューブ見て。ショールームにも来てくれて、ありがとうございます。 58分やんあのじゃあ順位発表しますでも今日もイラストとかあるので結構あの T ーザーの時間を知っちゃうと思うんですけど <laughs> まあでもはい順位発表します今日なんかあんまり喋ってない気がするけど <laughs> みんな T 座ーー見たいんですよねは早く。 終わらせにします13位やる気元気きあらむきさんありがとうございました12位アンジニャンさんドーナツありがとうございました11位マイコルさんありがとうございました10いいなちさんドーナツありがとうございました9位ゆうちゃん最強ついてるわしおみんだおおさんドーナツありがとうございました8位 うみちゃんさん、ありがとうございました。ドーナツ。7位マヨネーズさん、ドーナツありがとうございました。8位つら可愛すぎてさん。んありがとうございました。5位いね。おちゃんさんありがとうございました。ドーナツ4位トモさんアイスクリームやん。今日 <laughs> ありがとうございました。3位まー、あ、ちゃんはしおしさんドーナツありがとうございました。2位元気くんさんありがとうございました。 ころちゃんさんありがとうございましたありがとうございます今日もごめ <laughs> んなさいちょっと押しちゃったんです時間をみんな MV 見なあかんのにちょっと時間押しちゃったすいません潮見の夢は n m b 4 8のセンターになることですそして全国の放送の「 バラエティ番組に出ることですはい <laughs> そうイラストか萌えきンセリフか2択タイムですコロちゃんさんまだこの部屋にいらっしゃったら <laughs> 教えてくださいしおんがイラストを描くか萌えきンセリフをするかしおみんに先頭でのこうこそ。 応援してるよありがとうございます明日も頑張りますいつかにウィルビアイドルのあの千秋楽もあるので <laughs> もちろんアイドルだから何年に思ってないけどそれを理解してるしおみ好きだな <laughs> ありがとうございますセリフでコロちゃんさん 今日も疲れたねこのあとしおんがカツ丼作ってくれるから作ってあげるから一緒に食べよシしおん自炊できる女やでちょっと変だなお母さんかなこれはお母さんどこがあかんかったんですかね <laughs> 今日もなんかあかんン <laughs> 違う、なんかちょっとコメントを見たいと思ったけど LINE <laughs> を押しちゃった <laughs> なんかお母さんみたいな感じするけど <laughs> はい、ありがとうございますなんか疲れた後にシオンが家でカツ丼を作ってあげたらなんか嬉しいかなと思って言ったんですけど 萌えキュンではないんですよね <laughs> あれ <laughs> ありがとうございます皆さんシオンのことをお母さんって思ってください <laughs> 動物王国じゃなくてドーナツ王国そうなんですよ <laughs> ありがとうありがとうございますでは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 また明日もショールもーするのででもすごいな最近 <laughs> 最近すごいななんか1時間も経ってないのにもうすぐ2,000人ぐらい来てくれてすごいことだなと思ってる嬉しいです。嬉しい